お願いします。お願いします。まずは前節の、はい、振り返りをしてもらいたいんですけど、まあ悔しい敗戦になったと思うんですけど、どうでしたか？やっぱやられ方がやっぱ悔しかったっていうか、あの時間帯まで耐えてたのに、まあ、ディフェンダーのミスではないですけど、やっぱ耐えるって あそこで勝ち点やっぱ1を取れるサッカーをしてただけに、やっぱあそこで失点してしまうと自分たちも落ち込んでしまうっていうか、まあ、次々ってなるんですけど、やっぱ心のどこかではやっぱ落ちてる部分はあったので、やっぱああいう時は、まあ、耐える、まあ、ディフェンスの4枚は、まあ、今日は耐えようってやってて、あとはもう前に任せるっていう気持ちでやってたんですけど、まあ、失点しちゃってすごい申し訳ない気持ちで、まあ、次の日から結構コータと話すようになってやってたんですけど、でも結局のところはやっぱその下向いても意味ないので、そのポジティブにいいプレーのところを褒め合って、もう前節のことを忘れないで、それをまあ糧にしてしっかり、まあ、次のベルディ戦には集中して取り組めているのかなとは思います。本村選手にとっては、はい、前節の栃木戦、途中からセンターバックに入って、センターバックでプレーするっていうのはプロに入っては初めてです。そうですよね、公式戦でもなかなか、北九州に入ってからもトレーニングマッチとかでもやってないですよね。やってないですよね、はい、でも非常にこう安定してましたし、まあ、その栃木戦もそうでしたし、長崎戦も非常に落ち着いてたなと思うんですけど、本職はセンターバックですね、一応でもまあね、こっち来てからプレー見てて、はい、まあボランチやってたりサイドバック、両サイドバックやってたりといろんなポジションやってて非常に器用だなって思いますし、はい、まあ、僕が見てて、まあ、ストロングのところは、まあ、対人のところだったりキックなのかなと思うんですけど、本村選手本人はどういうふうに自分のストロングのところを見てますか？やっぱそのカバーリングのところだったり、まあ、キックはもちろんですけど、やっぱその対人、対面してる相手には絶対負けないっていう気持ちでやってるので、まあ、そこはもちろんなんですけど、やっぱその相方とコミュニケーションを取って、その4バックの全体をカバーリングするっていうのが自分のやっぱ強みかなとは思います、うん、はい、その一緒にコンビを、組んだ村松選手は同い年ですよね、はい、で大学の時も選抜とかでも一緒にやって、はいはい、どうでしたか久しぶりにこう、まあ、プロの舞台でありましたけど、はい、大学の頃からやっぱその選抜とかで組むと、うん、やっぱその1週間とか2週間じゃないですか、でそれが終わると、まあ、プロの世界でもこうやって組めたらいいなっていう話はしてたので、まあ、やっとそれが叶って、まあ、お互い結構やりやすいのかなとは結構思いますね。その同い年の村松選手の存在っていうのはどういうふうに見てますか？やっぱ頼もしいっていうか、なんか自分ももちろん声出すんですけど、やっぱ一人でやろうとしなくても、やっぱ相方があんぐらい頼もしいと自分も頼ってしまうっていう、なんていうんですか、心強いっていうか、それはありますね。見てて、その村松選手は大学からこう変化したところとかあります？サッカー目ですよ、はい、あら、性格のところも、いや性格はもう全くも同じです、はい、サッカー面はやっぱ、なんだろうな、自信はもともと持ってたんです、あいつも1年生の時からずっと出てたんですけど、なんだろうな、でもやっぱ自分をちゃんと持ってるので、やっぱそこの考えてることは変えてないのかなっていうのはやっぱ思います。で今回そのプロになって初めてセンターバックで出場したんですけど、緊張感とか、はい、ちょっと不安なところとかなかったですか？そうです、あんまりなかったかな。もともとどこのポジションで出るにしてもそういう緊張感とか、はい、緊張感じゃない、緊張するタイプではないですか？まあワンプレー目がやっぱ良ければ自分も乗れるので、うん、やっぱそのワンプレー目をしっかり大事にしてやってるので、あんま緊張とかはしないですかね、公式戦とか。でプロになって、まあ、サイドバックやってたりボランチやって、はい、でいろんなポジションすることによって良かったなと思う点とかよくありますか？はい、まあ、
サイドバックやることが多かったんですけど、で今センターバックやらせてもらって、その自分の右前にいる例えばジンとかソーとかだったら、そのサイドバックをやってるので、やられたら嫌なことをやっぱ自分は知ってるので、そこのカバーリングをするだったりとかは、やっぱその相手の気持ちを考えることが結構多くなって、でもそういうところはやっぱ相手も多分助かるのかなっていうのはやっぱ考えてやってます。じゃあやっぱりそこでの経験というか大きかったなっていう。大きかったです、はい。今後はやっぱりセンターバックで勝負したいなっていう気持ちもあります、はい、それは一番強いですけど、はい、やっぱ持っていれるならこの長崎は個が非常に強い、まあ、2トップだったと思うんですけど、はいはい、対戦してみて、うん、もともとも個が強い、まあ、徳良選手と石川ジュニアさんだったんですけど、まあ、コータとしっかり話し合ってチャレンジ&カバーができてたので、そんな怖いっていうのはなかったですけど、うん、全然そこでビビってしまったら相手やっぱり気味になってしまうので、うん、そこはやっぱり強気でいきました。なかなかチームとして勝ててない状況ですけど、まあ、今のチームの雰囲気はどういうふうに見てますか？雰囲気は全然悪くないし、やっぱその変わったっていうところは、やっぱその紅白戦の時とかを結構個人で話すようになったっていうか、やっぱそういう、まあ、大悟、コータ中心に話してるっていうのはすごいいい傾向が出てるのかなって思うし、やっぱあの2人に任せるんじゃなくて、やっぱ周りもどんどんリーダーシップを取っていかないとチームまとまらないと思うので、そういうところは自分も負けずちゃんと話してるっていうことを意識してます。まあ、声かけ以外のところ必要だと思います。シュートに持っていくまでが長崎戦はなかったので、うん、まあ、今日のシュート練習の時とかもやっぱ細かいそのチェックの動きとか、裏抜けるタイミングとか目合わせるタイミングとかをやっぱ細かにやっていかないとシュートまでいけないっていうのが前節分かったので、そういうところはやっぱ厳しい声で言って、まあ、こういう手もあるよねっていうのをまあ最後に含めて言ってっていうのをちゃんとできてるのかなと。このチームは非常に、まあ、若いじゃないですか。やっぱ今までいたチームとちょっと違う雰囲気だったりすると思うんですけど、そういうのも感じますか？そうですね。やっぱ自分は千葉から来て、千葉の時は若手だったんですけど、こっちに来るとやっぱ中堅の選手になるので、やっぱそのついていくだけじゃないっていう気持ちになって、やっぱそのリーダーシップとか、なんだろう、自分がやってやろうじゃないですけど、やっぱ任せるだけじゃやっぱやっていけないっていうか、うん、結構でも自分も意識変わったのかなとはすごく思いますね。まあ、本村選手だけじゃなくて周りもそういう風な感じでみんな意識が変わってきてる感じもじゃあするんですか？はい、結構、はい、あると思います。非常にまあそういうのもいいことでもあると思うし、これがやっぱ結果につながっていってほしいなと思います。次節向けて一言お願いします。まあ、前節負けてしまったんですけど、本節、準備が1週間できていると思うので、しっかり結果にを出せるように、全員でやっていきたいと思います。期待してます。ありがとうございます。